キッズブレイキンクラスを担当してます。まあ、ブレイキンとは、まあ、こう世の中的にはブレイクダンスってよく言われるんですけど、正式名称は基本的にはブレイキンで呼ばれてますね。で、ブレイキンとはどういうものかっていうと、まあ、簡単に言うとこういうステップがあって、まあ、足技でいうフットワークがあって、あとはみんながテレビとかで見るような頭で回ったり背中で回ったり、まあちょっとアクロバティックな動きをするパワームーブっていうのがあって、で最後バシッて決める固めたフリーズ、これをフリーズって言いますね。この4つで構成されて見せられているのが、まあよくみんなが見てるブレイキンっていうのを、この4つでよく成り立っている動き。で、これがメインなんですけど、基本的にはみんなの好きなことをやって自分らしい動きを見つけ出していくんで、基本的には自由なダンスだと思ってくれれば OK です。はい。で、レッスンの内容は基礎を中心に、まあじっくりゆっくり丁寧にやっていくんで、基礎力をまず質を上げていくことを中心に力を入れてます。で、基礎で身についたものを、まあ、個人個人のレベルに合わせて、このここまでいけるなっていう子がいたら、さらに次のランク上がった、ちょっと一個上の動きをやったり、どんどん次に挑戦していく流れになってます。で、毎月課題を決めてやってるんで、1月、2月、3月で必ず少しずつ形に見えた上達が見れるんで、一つ一つの動きにチャレンジしてってもらって、自分の上達を感じ取ってってもらえたらと思います。で、まあ、ダンスはもちろんそうなんですけど、まあ、挨拶とか、レッスンに対する態度だったりっていうところも一緒に学んでってもらって、ダンスだけじゃなく人間成長も目指していけたらなと思うんで、ぜひそのあたりも一緒にみんなで成長していきましょう。では皆さん待ってます。こんにちは、ミックルです。私はリトルクラスと大人ママクラスを担当しています。リトルクラスはダンスを踊るための体作りからスタートしていきます。音楽に合わせてリズムトレーニングをしっかりと行います。もちろんアイソレーションやダンスの基本となるダウンやアップなどの動きもしっかりとやっていきます。ダンスイコール楽しいと思ってもらえるように、ダンスを好きになってもらえるように、とにかく楽しくレッスンをしていきます。お子様の心も体も成長できるようにしっかりとサポートさせていただきます。大人ママクラスはダンスが初めての方でも安心して受けられるように、基礎からしっかり丁寧にレッスンしていきます。このクラスはママでも参加可能です。しかも子連れ OK です。日頃のストレス発散や友達作り、心身の解放を目的としているので、ぜひお気軽にお待ちしてます。ねねです。月曜日のヒップホップクラスの基礎と、初級クラスを持っています。ヒップホップクラスなんですけど、主にニュージャックスイングというジャンルをやってて、16ビートの音を取りながらいろんなステップを刻み込んでいくっていうジャンルです。基礎クラスは主にリズムに合わせて踊れるようになるのが目標で、アップとかダウンとか基礎なベースをちゃんと身につけてもらえるようなことをやっていきたいと思います。初級クラスは帰宅に合わせて振り付けしていって、ニュージャックスイングを主にやっていきたいと思ってて、毎週毎週いろんなステップを覚えてもらって、そう、たくさんのステップを出れるように楽しくやってもらえたらなって思っています。みんなで楽しくレッスンできるようにしますので、お待ちしております。お願いします。脳育プチダンスクラスを担当させていただきます、ちさと申します。このクラスは2歳から4歳のお子様向けのクラスです。レッスンではいろんなジャンルの音楽を使って体を大きく動かしたり、指の先まで使ってダンスをすることによってお子様の脳を刺激して発達を促していきます。また定期的に通っていただくことによって、この時期に大切なリズム感や表現力や柔軟性なども養われていきます。
レッスンでは他にも楽器を使ったりアクティビティを入れたりしてお子様が飽きずに楽しく学べる40分間になっているので、ぜひ皆さん体験にお越しください。お待ちしています。こんにちは、ニコです。火曜日のジャズファンククラスを担当させていただいています。ジャズファンクは決まった動きはなく、大きいダイナミックな動きをしたり体のラインを見せるような動きをしたダンスになっています。私のクラスではジャズファンクに必要な体作りのトレーニングや、自分の見せ方を研究できるようなクラスにしていきます。ダンスに挑戦してみたい方も、ダンスもっと上手になりたいって方もぜひ遊びに来てください。以上です。ココアです。16時半からの基礎クラスでは基本的なダウンやアップなどのリズム取りから簡単な振りやステップを教えています。17時40分からの初級クラスでは基礎クラスよりも少し難易度の上がったステップや振りなどを教えています。みんなが楽しいと思ってくれるようなレッスンを頑張りますので、よろしくお願いします。こんにちは、ミクです。私はハウスっていうジャンルでクラスを持たせていただいているんですけど、ハウスは足をたくさん使うジャンルで、難しく見えちゃうんですけど、踊り切るとすごく爽快感があるのですごく楽しめると思います。私のクラスは基礎クラスは基礎のステップからゆっくり教えていくクラスになっていて、初中級クラスは来てくれる人のレベルに合わせて教えています。ぜひ気軽にお越しください。はい、こんにちは、タイニーです。アクロバットとは、自分の体一つでジャニーズの人みたいにくるくる回ったり、自分の体一つで空中で一回転するような、技になっております。僕のクラスでは、バク転バク宙もそうですが、柔軟性や体の使い方を楽しみながら覚えましょう。他のダンスにも必ず役に立つので、自分のお気に入りの動きを見つけてみんなの注目の的になりましょう。待ってます。こんにちは。毎週水曜日、ブレイキンクラスやってます。セナです。ブレイキンとはなんですけど、パワームーブであったり、そういった回転技、すごくアクロバティックな、動きがすごく特徴的で、それに加えてフットワークとか、トップロックっていう、ステップがすごく細かい、動きもすごく魅力的で、見ている人たちもすごくこう魅了されるような、ちょっと、普通のダンスとは違った、ダンスになっています。レッスン内容なんですけど、水曜日基礎と、初中級クラスを持っていまして、基礎クラスは、基本的にブレイキンの本当に最初の動作、基礎的な動作を、僕が来てくれる子たちに教えるっていうのに加えて、だんだんできるようになってきたらそこに少しレベルアップさせていって、レベルその子に合ったレベルでやっていくっていう感じになります。で、初中級クラスは、とにかくもう本当にできる子は本当にどんどんいろんなことに挑戦しながら、いろんなパワームーブであったりフットワークのだんだん質を高めていくっていう風になっています。僕も、来てくれる方と、一緒に成長できるように頑張っていくので、ぜひよろしくお願いします。以上です。どうもこんにちは、レイです。僕がやってるジャンルはポップってジャンルなんですけど、ポップは筋肉をパチンパチンパチンで弾く感じで、ビートに合わせて動くんですけど、基礎クラスと初級クラスをやらせてもらってて、基礎クラスは、この今言ったヒットをメインでやっていって、初級クラスはその日に動きを決めて、それをみんなに共有して、ちょっと自分でやらせてみたり、とか振りに入れてみたり、
で、最後は絶対にセッションをするようにしています。なので、もしよかったら皆さん一緒に弾きましょう。待ってます。こんにちは、金曜日の16時45分から、ジャズヒップホップクラスを担当させていただいております、ゆうきと申します。よろしくお願いします。ジャズヒップホップは、その名の通りジャズとヒップホップをちょっと組み合わせたようなジャンルになっております。ジャズのスローな感じとヒップホップのちょっとかっこいい感じを、混ぜ合わせたような感じなので、今流行りの K-POP だったりとか、J-POP だったりとか、もちろん洋楽でいろんな曲で踊っていきたいと思いますので、楽しくスキルアップしていきましょう。ではこれからよろしくお願いいたします。金曜日ジャズ初級クラスを教えています、まゆです。私のクラスではまずアップストレッチとかアップでまず体温めた後に、その後コンビネーションで振りでその日の振りをやるっていう流れになってるんですけど、結構バレエの動きだったりとか、ま、だターンしたりとか、飛んだりとか、なんか技が入ったりフロアの振りが入ったりとか、振りの中にいろいろ入ってるんですけど、もう一個一個一人ずつ丁寧に見ていくので、ちょっと長いなとかいう振りとかあっても全然ついていけると思うので、はい、あと振りも結構洋楽邦楽、ゆっくり系からちょっと激しめの曲とかでいろいろやってるので楽しめると思います。初心者の方でも、経験者の方でも楽しめるように頑張りますので、皆様お待ちしてます。待ってます。よろしくお願いします。はい、楽しく上手くなるをテーマにレッスンしてます。金曜日の7時半から8時50分まで、担当しているヒップホップ初中級クラス凛花です。フリースタイルとかバトル上手くなやってみたいよ、フリースタイル上手くなりたいよ、あと振り付けも楽しくやりたいよって方はぜひ凛花のレッスンにお越しください。絶対楽しいです。一緒にダンス楽しみましょう。イエーイ。ののかです。土曜日ヒップホップクラス基礎と初級やらせていただいてます。ヒップホップはいろんな曲に合わせてアップダウンメインに楽しく踊るジャンルです。基礎は北子に合わせて毎週3個ぐらいステップはできるようになって帰ってもらえたらなと思って毎週頑張ってます。初級は、これも来た人に合わせて、いろんな曲で自分の思うように踊ってほしいなと思って進めてます。よかったら体験でもいいので来てください。バイバーイ。こんにちは、ミオナです。ジャンルはハウスダンスというジャンルを教えさせていただいております。ハウスダンスは四つ打ちのビートに合わせていろんなステップを刻んでいく、ジャンルになるんですけれども、ゆっくりだったり速かったりちょっと不規則だったりして、なんかいろんなリズムが楽しめるダンスだと思ってます。私のクラスはまずストレッチをして体をまず温めてから、リズムトレーニングでリズムの基本の刻み方を体に覚え込ませて、その後テーマのステップをどんどん発展させて基礎からじっくりやっていくクラスとなっております。はい、17時20分から18時20分で1時間で基礎をやって、10分休憩を挟んでから次のクラスは1時間20分でその後教えさせていただくんですけれども、どちらのクラスも基本を大事に教えさせていただいているので、ハウスダンス一緒に楽しみたい方はぜひいらしてください。よろしくお願いします。待ってます。